ナヒーダは走り方特殊がいいな。ああ確かに、ナヒーダがアラレちゃん走りするとこあんま見たくないな。その発想したコメントは君が初めてかもしれん。原神の現時点でのロリキャラは4人いますと。で、このロリっ子のみんなは走り方がアラレちゃん走りなんですけど、ナヒーダがこの走り方するのは、いや別にいいけどな。この走り方可愛くない？で、ブレーキしたらおっとっとってなる。クレイちゃんだったら、ランドセルがこんな風に前倒しになるのが非常に可愛らしい。でも確かにナヒーダがこの走り方するイメージはないな。どうなるんだろう。ナヒーダは飛んでてほしい。ふわ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 って。海の上渡れるやん、そしたら。海の上渡れたらちょっと色々とまずい気がするけどな。ナヒーダは潜る。潜るタイプ。あ、草になって。泳いで、ふわって出てきた時に草元素を押し付けるみたいな。モナとかアヤカみたいに。それおもろいな。泳ぐだけで草元素つけて燃焼反応いっぱい起こせたりとかするってこと。おもろいな。あ、ありかもありかも。全然走り方とか考えたこともなかった。でもどうだろう。草元素が元素反応を司るって考えたら、簡単に草元素付与できる手段があるとしたらいいな。泳げる、いいね。結構ありかも。あ、でも、出て泳ぐんだ。草元素のイメージ的にも、簡単に草元素付与できる手段はあった方がいいと思うし、結構ありだけど、泳ぐイメージはつかないな。走った後に茨ができるとかだと神。なるほどね。泳いだ後に草元素の線路、トレイルが残って、そこを通った敵に対して、草元素付与と何らかのデバフをかけるとか、移動速度が落ちるとか、そういうのがあったらおもろいな。